全世界の皆さん、こんにちは、こんばんは、タナです。本日は道志の森キャンプ場に来ておりまして、大人気企画キャンプ道具ベスト10をデコさんにご紹介いただくことになりました、はい、よろしくお願いします。よろしくお願いします。デコさんとはちょっとオンラインサロンで、はい、僕のタナの部屋というのにご参画いただいていて、きっかけで知り合ったんですけれども、まずデコさんってなんかどういったご職業なんですか？貿易やってまして、縫製品とかを中国韓国に作って、日本に卸しているっていうのが基本なんですけど、はい、そこでちょっとキャンプ用品、自分の好きなものもちょっと交えて作りながら売ったりっていう感じです。自分でキャンプ用品を作られてるんですね。キャンプ用品の一部、用品とまでいかないですけど、縫製品でキャンプに使える商品ですかね、はい、作ってるっていうのが。それでなんかかなり こだわりのあるギアセットでなってるわけですね。その間にか集まっちゃった感じ。補足として、はい、普段はどんなスタイルのキャンプが多いんですか？基本ファミリーキャンプが。ファミリーキャンプですよね、はい、今日はちょっとミニマムで絞って持ってきたんで、今日、持ってきた中のベスト10を。なるほど。じゃあ早速、はい、キャンプ道具ベスト10、はい、第10位、はい、発表お願いします。 AO クーラー。 AO クーラー、これサイズでかいやつですか？これでかいやつなんですけど、ストリンだと、あと特に冬はそんなに冷える必要ないんで、容量大きくて軽くて、で中身なくなったら畳めちゃう。保冷力は若干劣るけれども、軽さを取ったということですね。でもそれでもソフトの中ではいいと思います。僕もこの小さいモデル使ってるんですけど、全然十分ですね。これちなみに何リットルぐらいなんですか？30ぐらいあると思います。2サイズでしたっけ？の大きい方ですね。この横とかをくっつけてるんで、四角になってるってことですよね。外すとこれが要するにこうなってバッキョの形になると。ソロがこれでも十分と。ありがとうございます。じゃあ第10位が AO クーラーのクーラーボックスということで、ありがとうございます。引き続き、はい、第9位、サナさんが座っているパーミットの横のテーブル、これパーミットにくっつく専用のテーブルで、これはアクセサリーってことですか？そうです。でこう、はいはい、ドリンクホルダーみたいな、あとスマホ置いたり、ちょっとしたものを置いたりできると、はい、ちなみにこれおいくらぐらいされるんですか？1万はする。1万はするってことです。そこそこのお値段ってことですね。それで言うと僕自分で塗ったんで、もともともうちょっと白いムクだったんで、なんかデザインも可愛らしいですね。それここの、イベントの限定だったんで。これってその どちらのメーカーなんですか？それはインアバンスさんっていう、はい、ガレージブランド、金沢の方です。こういったものをいろいろ出されてます。そう、これとかいろいろ金属加工品とか、これもウォールゼロの下のこれもマグネット、本来はこれだけだけど、これだけです。これをくっつけることによって磁石になるんで、はい、すごい細かいの作られてますね。そういう細かいのばっかり作ってる。じゃあその既製品にちょっとこうアレンジを加えられるようなものをたくさん作られてますね、はい、なるほど。じゃあ第9位がワンズテーブルということで、はい、ありがとうございます。では、はい、引き続き第8位を発表お願いします。エッジスタンド。エッジスタンド、はい、テーブルにくっつける用のポールです。これが要するにこう万力みたいなのがついてて、はい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 、これを挟み込んで、なんでいろんなテーブルにつけられる。要するにこの太さまではつくってことですね。そうです、そうです。木材とかのやつも全然つくそうですよね。木材でも全然大丈夫です、はい、でここに一人だったらこれで十分な。ポールは折りたたみできるんですか？折りたたみというか、これ3分割でこうくるくる回すって感じ。回す、はい、右式で。なるほど。じゃあ高さも3段階変えれると、はい、ある意味もう、伸ばすこともできますし、真ん中に継げば、はいはい、確かに便利ですね。そんなにこう重たくもなさそうで、収納袋ついてこのぐらいでしまう。それちなみにこれってなんかこう高さがもしかして変えれる？これはまたこの同じそのテーブル作ってる方が作ってるんですけど、すごいですね。さっきのこのインアバンスさんっていうのが作ってて、はいはい、どこでも引っ掛けられるように2つのブランドが今、そうですね、コラボレーションになっちゃってるってことなんですね。第8位がそちらということで、はい、ありがとうございます。で次が第7位、お願いします。この足のクラフトさんの足グリル、これ、はい、この下はスノーピーですけど、はい、これを置くことによってこの五徳が置けたり直火料理がしやすくなるんです。これはもうそのまま置いてるだけなんですね。置いてるだけです。しかもこれプレートなんですか？プレート4枚ではめてここに置いてるだけ。多分スノピのこの L サイズにぴったり用に作ってるんじゃないかなって感じです、ね、これが、はい、お持ちのものがこのこれにちょうど合うと。そうです。ちょっと一回こうバラしてもいいですか？そう、完全に、はい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 、確かにそうなるとめっちゃもう収納も楽ちんですね、はい、これで、一緒にね、はい、なるほどなるほど。
やっぱりあれですか、このスノーピークのこの焚き火台のまんまだと料理がしにくいとか、はい、料理はしにくいですよね、これ、うん、この高さにしかならないからもう炭がそもそもこう飛び出てるとかそういう話ですよね、多分もともとこれって炭火用に設定されてたと思うんですよね、焚き火料理には向いてない、あまあ、なんかオプションではあります、ね、ありますけど、それのまあちょっと別バージョンみたいなことですね、意味合いとしては足もクラフトさんのということで、ありがとうございます。それでは第6位お願いします。アイアンクラフトさん、はい、カワセミかな、カワセミ、あチタンなんですけど、このちょうど外のバーナーにぴったり、五徳代わりって感じですよね、五徳、これだと安心して重いもの出られる、あ軽いですね、これチタンなんで、チタン多分チテンとチテン2種類あって、はい、こっちはチタン高い、これも組み立て式、あこれ全部バラバラになって、この1枚ずつ全部バラバラ、1枚ずつバラバラなんですか、この2本を外すと、まあ、基本的にはバラせます、そこで最終的に止まってるんです、この2本で止まってる、これをああそういうこと、はい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 、なるほど、あすごい、これは面白いですね、このギミック、はい、はい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 、なるほど、外れると外れると、うんうんうん、うん、確かに、あは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 あ、これはね、めちゃくちゃコンパクトじゃないですか。で、これワイヤーで同じ向きに合わせていくことによってここが通るわけですね。これでいいですか。すみません。これがはい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 。あ、これですね。そうですね。おお、すごい。めっちゃコンパクトですね。まあ、でこれでこうなるってことですね。なるほど、これ1万円ぐらいですか。いやこれはチタンは、あそっか、素材チタンなんで、チタンなんて2万超えてると思います。おお、なるほど、そこそこの値段というところまあでもなんかこう欲しくなりますね、まあ、こういう人気あります、うん、デザインもかっこいいし、ありがとうございました。これが第6位ということで、完成に、はい、じゃあ第5位よろしくお願いします。ソロの時に結構使うんですけど、この椅子、はい、あこれですか、これなんとアメリカのブルーリッチっていう、ブルーリッチ、はい、結構斜めになってますね、これは。まあそうですね、この構造自体最初から斜めなんですね。結構斜めですよね、これちょっと短いじゃないですか、うん、なんか座り心地とか、ね、意外といいんですよ、はい、いいですか、いいですか、ちょっと座ってみて、あ、そっかそっか、なるほど、横がもうそんな感じです。あ確かに、まあ、ちょうどなんかこう斜め45度でいい景色が見続けられるというか、うん、確かにここの短さは全く気にならないですね。そうです、ここの背中のここのところは割とちゃんと設置しますね。そうです、デザインもこういう、これはまあいろんなカラーが出てたり、はい、これなんか限定のやつですけど、あそうなんです、あ、はい、確かにエクスペディション、はい、これあのハーミットもお持ちじゃないですか、はい、まあ、どういう使い分けするんですか、何人かいるときは、あこれはまあ本当ジム用に1個だけ持ってるんです、ソロ用に1人でくつろぐために買われたんですね、はい、ありがとうございます、はい、今が第5位と、はい、いうことで第4位、一応ソロテントなんですけど、はい、ワンティグリスのこれ、はい、ブラックオルカっていうテントね、はい、うーん、ソロテント、そうです、結構軽そうですね、これはもうものすごい薄くて軽いです。確かにこれめちゃくちゃ薄いです。これね、ちょっと皆さん伝わるか分かんないですけど、薄さ的にね結構薄いですね、本当に多分 75D ぐらいで、これははい、やんないですけど、はい、巻き人も出せるんですよ。あ、本当だ。もうデフォルトで薪ストーブの煙突穴があるんですね。で、中がまあこれはヘリノックスのコットですよね。じゃあまあ1個横に入って、まあここにちょっとまあ置ける。もう1個まあ並べようと思えば並べるって感じですかね。でこれが今これ両サイド開けてるっていうか、なるほど、真ん中が閉まってそれを両開きしてるって感じなんですね。じゃあ基本ソロの時はもうこのテントで。寒かったら中にストーブ入れたらもう、あめちゃくちゃ、そうか、竹バーナーがあるんですね。ちなみにこのテントは おいくらぐらいしたんですか。多分アマゾンで12,000円。もうなんか全然こう品質としてはちゃちいわけでもなく、これなんですかね。これはポールを使わない場合、上から木で引っ掛けて、なるほど、そうするとポールレス、はいはい、ちょっとこうサバイバル寄りのなんか発想が入ってるっていうようなテントですね、はい、ありがとうございます。これは知らなかったメーカーなんで勉強になります。じゃあ残すところ3つ。第3位。ハンガーですね。これ、焚き火ハンガーで、ソマビトさん、はい、ガレージブランドで、このエスカーも全部ついてて。あ、これも
そうです、これ用の。あ、最初からついてるんですね、これは。で、これも組み立てるんですか。これは、はい、もう杭2本打って、これがまあ置いてあるだけです。うん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 、この風防も、まあ別売りなんですけど、セットで。ここですか。はい。これは、これも同じサマービットさん。そうですね。実はこれのケースになってる。ほう。収納できる。収納できる。これちなみにこう燃えにくい素材とかなんですか。これそうです。防水ハンプって、はい、ハンプに導引してある。じゃあまあ丈夫ってことなんですね。そうですね。まあ燃えにくい。これ、はあ、ペグ。ちょっと合わせてるんですけど、はい、もともと、おお、ここに、はい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 、刺すわけですね。はい、あ、でちゃんとここが出ないようになってるんですね。止めるとね。あ、でそれを左右逆にするんですね。互い違いにして。はいはいはい。こう、あと内に折って、こうして、なるほど、これで、いいですね。入れてる感じもかっこいいですね、また。今設定僕にさせてもらって、第3位がパラレールハンガー、はい、とこの風防、ありがとうございます。では残すところあと2つになっちゃいました。じゃあ第2位お願いします。これ竹井バウム、この上の方、この上はまたこれはまた別のガレージブランドさんが。あ、そうなんですか。食ってるやつで、まあ一応2位としてはこのセットで竹井バウムとこの五徳です。小さいタンクと大きいタンクで2種類出てるんですけど、これは大きい方501、基本的には外用のストーブです。火力が強いとかそういうのすごい強い。例えばトヨトミレインボーとか、はい、ああいうのより全然熱量が高いです。あ、そうなんですか。あ、でこれ下に何が入ってるんですか。灯油です。昨日使ったんですか。使いました。ものすごいです。この中に入れたらもう熱すぎて。あ、あ、そうなんですか。焚き火してここに置いといてちょうどいいで。ちなみにこの辺とこれ何なんですか。これは圧力計です、うんうんうん、圧力をまあ灯油に対して圧力入れないと灯油が上がってこないんで、はい、まあこの圧力をどのぐらい今これでこれで圧力入れるんです。はいはいはい、はい、どこまで入れるっていう設定がある。この圧力が下がるとまた入れないと、うんうん、継続して燃焼しない。危ないっていうかな。これ、はい、物が直接乗っけられないんですよ、うん、なんでこの光のごとく入れると夜間置いてるの、うん、はい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 、はい、強火ほどはないけど、はい、中火ぐらいだったら十分あると、うん、お湯はもう余裕で沸くってことですね。これが定価で8万ぐらい。8万、はい、結構しますね。日本製なんで 100% ね。葛飾区の町工場で。あ、そうなんですね。これはもう5年前ぐらいだったんで。特に不具合なく。いや、何回か壊れて。あった。修理出してます。ただその送るとちゃんとメンテナンスして、まあオーバーホールみたいな感じですよね。それが2回あったんです。2回ぐらい。どっちもその火付きが悪いみたいな。そうですね。途中でちょっと燃えなくなっちゃって、消耗品の部品の交換だったりでの。ああ、じゃあまあその部品代だけでいけるみたいな。これがこうガラスですよね。ガラスの方や。直接調理器具ともして使えるようになってて、ほうほうほう、もう外して、はいはいはい、直接置けるとその強火。うん、あ、じゃあこれはあくまでもそのこれはストーブ用に使うための小屋なんですね。この容量だとマックスだとどのぐらい持つんですか。プリセット上8時間。8時間。じゃあ弱ければこれね、あんま弱火ないんです。あ、強火オンリー。火力調整がないんですね。で、こちらがフィノワークスさんの竹井バーナー用のごとくが、これ鉄って感じですか。結構頑丈ですね。あ、取れるんですか。どうやって取りましたか。ただ、ただ刺して。あ、ここが、なるほどなるほど。あ、これが、ああ、こうなってるわけですね。ああ、で、収納がまあ楽になると。これ、そこそこ太いですね。まあ、なかなかこだわってる。軽い凶器というか、これも。なんかこう、襲われたらこれでいけそうですね。うん、毎回一緒に持ってくるわけですね。なるほど。じゃあ第2位がこの竹井バーナーとフィノワークさんのまあ五徳ということで、はい、ありがとうございます。じゃあ第1位をさ、何やるのか非常に気になるんですけれども。1位は車です。これね、あの下から僕上がってくるときに、はい、めっちゃかっけえ車あるなと思ったんですよ。こちらは何という車なんですか。トヨタランドクルーザーの平成5年式ですね。いわゆる80ってやつ。80。これはちょっと60の顔に。80なのに60というここ丸めですよね。本当は80は四角いんですけど、他に何かこう改造したとかあるんですか。上とかも。これは、まあ、そうです。これはキャリアをつけて。キャリアもなんかおしゃれですね。これはタフレックっていう、はい、
結構ランクの古いのにはついてる人が多いんですけど、細めですよね。細いです。開花重が少ないんです、はい、あ、そうなの。50キロぐらい。 50?、はい、ああ、50だったらすぐ行っちゃいそうですね。でも実際は多分コンテナ2個ぐらい乗ってても20キロとかじゃない。そうですね、まあ確かに確かに。これ色味もいいですね。これなんていう色ですか。これはマスタードイエロー。もう今の時期も完璧ですね。もろもろ全部改造してもらって込み込みでおいくらですか。300ちょい。他に何かこう検討していた車とかあるんですか。60と80で迷ってたけど。ああ、そうなんですね。でまあこれで平成5年なんで、はい、80って言ったら昭和なんかと、これで25年打ちぐらいですかね。25年、はい、全然走ります。10万弱で買ったんで、全然大丈夫。すごい、ちょっとぐるっといいですか。あ、で上が上こう開けて、ここのこう下に開く感じですかね。これをこうして、はい、ここからコンテナ登ってコンテナ上げてるんです。そんな強いんですね。ここはもう全然、もう全然平気なの。はあ、じゃあ上からドンと開けると、すごい。なんならここで座ってカップラーメンの方が食べれそうですね。あ、そう、釣りの時はそんな感じです。あ、釣りもされるんですか。そう、あれがあるんで。何釣りですか。渓流。はい、渓流。最近釣り行きました。何を釣るんですか。今はニジマス。ニジマス。これは防水バッグ。防水バッグ、釣りの時に使うみたいな。そうです。あの、まあちょっとこのまま出ちゃう、渓流出ちゃうと車戻ってこないんで、釣れちゃって持って帰る場合はこのまで閉めちゃってビニール袋に。魚をすか。そうそう。あ、これ魚を持ってくるやつですか。を持ってくるのに使ってるんです。で直接は入れない。ビニール袋に魚入れて。はい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 。はあ、ここに水溜めといて、でビニール袋に入れて魚を保護するっていう。はあ、の防水バッグということで。はあ、車自体これ何人乗りですか。サイドシートあるんで332ですね。8人乗り。8人乗りで、後ろはまあ今基本的には常に上げて、そうです、ね、荷物置きにしてると、はい、これ何ですか。しかもこれはさっきの隔離バーナーを入れてるケース。あ、そうなんですね。これ純正。いや、まあこれを専用で作ってる人がいてすごい、ほんと何でも出てきますね。個人の方が作ってアクアってところが売ってるって言ってましたね。あ、アクリルで、あ、そうか、割れないようになってるんですね。はい、ちょっと気になるの見つけちゃったんですけど、いいですか。はい、あれ何ですか。あ、石。はい、あ、これはね、この革製品、これ。これもあの、ソバミトさんですね。ハンターチェアみたいな感じですか。そうですね。これ革ですよね。革です。あ、まあ、持って行ってパッと座れるみたいな。もうちょっと、高めの、はい、まあ。ロースタイルじゃないところだと、これぐらいがあった方が。ああ、これ、はい、いいですか。はい、こんな感じですよね、座るの。あー、いいっすね、なんか。じゃこれで、こう、担いでいく感じですよね。あ、持ってくときってどう持ってくんですか。あ、ここ入れるんだ。はい、入れて。ここを。いいっすね、これ。で、座って、釣りするの。めっちゃ自然と一体化、サバイバルですね。第1位、貼ってありがとうございます。はい、あの、欲しくなりました、あの車。ちょっとあの、他に、はい、僕2点ばかし、あの、はい、気になってるのがあるんですけど、はい、まず1点目が、その六角のテーブル。はい、これ、はい、そっちのはどちらのテーブル。あ、そう、あの、アンキャンさんっていうんですか。アンキャン、アンキャン、あ、メタヘチテザースさんの六角テーブルの真ん中にぴったりで、多分高さもぴったり合体仕様なんですね。まあなんか焚き火には相性いいですね。熱いのにそのまま置けるんです。そちらの水筒、これなんかアメリカの多分軍物だった。ああ、これプラスチックですか。プラスチック。あ、でこれ水を入れて持っていくと。USA。あ、で、それがケース。多分これ専用のケース。あ、これが。ここが。かっこいいですね、これもなんか。中が。で、冒頭に、デコさんが貿易関係のお仕事されていて、はい、キャンプ用品とか作ってるとおっしゃられてたじゃないですか。はい、今日作ってるものとか持ってきたりしますか。はい、子供好き。あ、これ。これが、このカバンを作ってたんです。そうです。これがメーカーです。そうです。ハンプティデコ。はい。まあ、キャンプ用に作った、まあ、デジバッグって言ったあのベジタブルのベジなんですけど、それをキャンプ用にアレンジして。これは要するにこういろいろこう入れられるって、そういう感じなんですか。もう CD 缶とか。あ、本当だ本当だ。結構じゃあ容量多いですね。まあ、細かいギアを、まあ、分けて入れられるように。でも、まあ、中にメインの大きいものがあると。まあ、これはサイズは一サイズ。これだけ1サイズ。カラーはちょっと2色、2色。これでおいくらで売られてるの。9000円税抜き。他はなんかどんなラインになったかな。オリジナルなんですけど、はい、ウェットティッシュ。あ、
かわいいっすねこれ。2サイズこの小さいのと、あとそっちにかけてるんですよ。あっちが大きいし。はい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 、なるほど。子供用のお尻服とか大きめのやつが入れられると。あ、本当だ。でここでまあ吊り下げられるようになってると。これでじゃあおいくらなんですか。3000円前で2サイズ。これがロゴですか。そうです。ハンプティレコ、そのなんかあるんですか、由来というか。もともとこの実はカーミットチェアの張り生地、これそれもうちで作ってるんです。もともとこの張り替えのチェアから始めたんですけど、カーミットチェアってもともとポリエステル、焚き火で穴開いちゃって、はいはい、どうしようかなと思って。なるほどなるほど。ハンプで作っちゃおうかなと思って、まず一回自分で作って、でそれをインスタに上げたら欲しいって人がいたんで行ってみるか。ああ、そういうことですね。これからじゃ始まったんですね。そうなんでハンプのハンプティー。あ、なるほど。そのハンプでデコは何だ。まあデコレーションの意味も含めて。あ、基本的にはインスタだけで売るんですか。販売システムとストアーズっていう販売システム。はい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 。ホームページがあって、そこで本業も自営業でやられていて、はいはい、でこっちもまあちょっと趣味が高じてやってたらまあ欲しいって言われてちょっとずつ売ってるみたいな。そうです。ハンプティデコの一番のこう売れ筋商品って何だったの。数だけでいうと今このやっぱウェットティッシュが、椅子のこの張り替えカバーがずっと売れてて、カーミットだけじゃなくてコールマンとかそういうそういうのもやってるんですよ。他の椅子も。これもハンプティデコさんのものなんですか。このカーミットのこの張り替えのこの布、うん、要するにこれとこれってことですよね。そうです。でおいくらなんですか。4300円の税か。ハンプを2枚合わせてるんで、まあ、かなり純正よりも全然厚いです。分厚さ、分厚さが、まあ、火には強いってことですね。まあ、強いです。これもそうですけど、これキッチンペーパーです。これキッチンペーパー入れてるんですね、はい、あのこれも100均の袋型の。あ、はい、このタイプですね、はい、ここはまあマジックテープで、はい、でここにもまあいろいろ通して、いいですね。でもなんかその自分で作ったものと一緒にキャンプができるってなんか、そうですね、もう最高です、楽しそうですね本当に。いや、いろいろと今日はあのまとめていただいてどうもありがとうございます、はい、とてもあの楽しかったです。引き続きよろしくお願いします。ありがとうございます。全世界の皆さんこんにちは、こんばんは、タナです。今キャンプ道具ベスト10に出演いただける方を募集していますので、ぜひ DM ください。お願いします。